ゆっくり JKR チャンネル。ねえねえマリサ、私の生きているうちにやりたいこと100選ってあるじゃない？だからそれは当たり前のように言ってみたところで、お前が一方的に言っているだけであって私は興味もないし、ましてや願いを叶えてやる義務も。なんだ？見事に釣られたようだねマリサくん。今回の動画は後編だということを君は忘れているのかね？いや、そんなことはないが、それがなぜ釣られたということになるんだ？後編の動画ということは前編があったということで、願い事は前編ですでに述べているんだ。要は願い事は一つの話題につき一つ、よって後編では願い事は言わないルールになっているのだよ。君はそんなこともわからないのかね？非常に腹立たしい。言っていることもあの涼しげな表情も。しかし、茶番はそこそこにさっさと後編の解説に入るというコンセプトには賛成ではある。今日の霊夢の態度への仕返しは別の機会に行うとして、早速後編の解説に入ろうじゃないか。ちなみにまだ前編をご覧になっていない方は、概要欄にリンクを貼っておくのでぜひそちらも見てくれ。爆買いの聖地ミョンドンの現在の姿ということで、前編ではメインストリートや大通りの様子、後編では横道や裏道の様子を紹介してくれるのよね。面白そうだわ。早くお願い。おう。では始めるよ。ほい。これから横道に入っていくんだが、その前にこのビル。綺麗な洋服屋さんが入っているビルと、空っぽのビルが並んでいるね。驚きの光景ではあるものの、こういったのは前編動画でもたくさんあったよね。霊夢の言う通りこういった光景はたくさんあったんだが、なんとここは同じビルだったりする。ほへい。4階の日本語看板の皮膚科も含め、1階のブティック以外は空室だ。なんかビル内でトイレを使うとき怖そう。だな、この手のビルはフロアごとに共有トイレだから、自分の店以外無人となるとなんか不気味だよな。もし1階にトイレがなかったら夜は地獄ね。ついでと言ってはなんだが隣のビルもビルごと空室だ。それではいよいよ横道だ。ほい。ここはかつては客引きが無数にいた通りなんだが、パッと見でも全く客引きがいなく閑散としているのがわかる。無数の客引きって怪しい感じの通りだったの？まあ客引きと言っても、風俗店の客引きとかではなく、うちのお店で買っていってという類の客引きだ。ほとんどが土産店だが、面白いのは客引きの言う言葉で、その内容で他の店と差別化していた感じだ。例えばどんなの？と聞いている間にも、シャッター閉めっきりとか空っぽになっている店舗がたくさんね。そうだな、表通り以上に空き店舗が多いのは事実だ。で、客引きのセリフの例だが、相手が日本人だとわかると、絶対にバレない偽物あるよー。とか、チャンネルもチャンネルもあるよー。とか、1、2、3、だー。とかな、もう意味わからん。そんな中、下着屋さんが孤立無援で営業中だ。こりゃまたシュールね。この横道はほぼ閉店状態だからやたら目立つわね。お客さん来るのかしらというか、そもそもこの横道に入ってくる人いるのかしら。そこそこすれ違う人はいたが、とても商売が成り立つ人のようではなかったのは事実だ。これ、日曜日の昼頃よね？この通りは空室率 50% どころか確実に 90% 超えてきているわね。だな、本当にコロスケか前の面影はなくなっている。以前は人が多すぎて時折立ち止まらざるを得ないほどだった。ほへい。で、時に霊夢よ。韓国の爆買いの聖地はここミョンドン以外にもあるのは知っているか？知らないわ。教えてちょうだい。それはトンデムンとナンデムン市場だ。あ、聞いたことあるかも。ミョンドンと並んで観光客に人気のスポットだ。それぞれ特徴があって違った魅力があるんだが、その違いとかは別の機会に解説するとして、今回その2箇所の話を出したのには理由がある。ふむふむ、トンデムンもナンデムンもコロスケカでの観光客激減でミョンドンと同じく閑古鳥が鳴く状態であるものの、ミョンドンほどひどい空室率にはなっておらず、海外旅行者以外の客、つまり韓国在住の旅行者や買い物客は戻ってきている。なんで違いが出たと思う？そうね、意味のわからない客引きがいないから？
それは今のミョンドンにもおらんだろうが。じゃあ、本物と見分けのつかない偽物を売っていないからちゃう。コウさん。おう、答えは、ミョンドンは韓国人客を見捨てたという事実が、今の韓国人の意識に残っているからなんだ。なんですと？過去外国人観光客、特に中国人と日本人の爆買い客が爆買いの聖地に退去して押し寄せていた頃、ミョンドンだけは、看板が中国語や日本語ばかりになり、さっきのような客引きもほぼ韓国語を使わなくなった。また、韓国人客がお店に入っても、いきなり中国語や日本語で店員が話しかけてくる状態だった。当時これがかなりネット上で話題になり、ミョンドンは韓国人を見捨てたという論調が固まってしまったらしい。まあ気持ちはわからなくもないけど、見捨てたというのはちょっと大げさなような。まあな、でも実際トンデムンやナンデムンと差が出てしまっているってことは結構根深いんだろうな。とまあそんなこんな話しているうちに他の横道に入っているよ。ういちなみに、店舗やビルの入り口の中の床にこのように郵便物が散らばっていると、そこが空室であるとの判断基準の一つになる。それはわかったけど、ちょっと前にすごく気になる場所がちらっと映ったんだけど。もちろん、横道ストとして見逃すわけもなく、突っ込んでいかない理由もない。よし、でっちらごう。こりゃ横道というか完全に裏道ね。シャッターがあるってことは以前は何かのお店もあったってことね。まあそうだな。面影もないので何屋さんだったのか一切判別不可能だったがな。ところでここ、夜、面白そうよね。クソ雑魚なめくじうぷ主もそう思うでしょ？ちら。あ、いや、まだ夜は寒いとか、なんというかその。まあいいわ、この動画で引き続き夜をやれとまでは言わないけどわかっているわね。あ、はい。ここはごく最近まで営業していたっぽい食堂だな。そんな感じね、床に郵便物もないしね。この張り紙は、インで、賃貸という意味で、希望者はこの携帯番号までと書いてある。ちょっとここを借りてポツンと営業を始める気にはならないわね。向こうにこういったところにはお約束の喫煙者がたむろっているな。怖い人たちじゃなければ良いのだけど、まあウプ主がどうなろうが知ったこっちゃないか。ちょっとこちらの方を見てはいたが、まあ普通のサラリーマンか学生って感じだな。ち。落書きもすごいわね。だな。で、裏道から横道に出てきたって感じだが、早速空室のオンパレードだ。ほへぇ。日本語の足裏マッサージの看板がなんだか物悲しいわ。でもってここでも裏道を発見したよ。お、いいわね。左のビルは完全に空室だな。こりゃまた随分ディープなところね。ここは営業中で、魚のカレー料理屋さんのようだ。カレー料理でお店を構えるなんて珍しいわね。韓国では当たり前のようにあるのかな？いや、そうでもない。少なくともウプ主は初めて見た。ちょっと知っていると韓国風と言われるかもしれないぞコーナー。韓国でよく食べられる魚料理について、焼き魚ではサバ、石餅、タチウオ、タラなど、特に焼いた石餅をほぐしてお茶漬けにして食べると絶品で、ぜひ一度試してほしいレベル。刺身だと、タイ、ヒラメ、サーモンなどが主流で、もちろんマグロも人気だが、全体的に白身魚が好まれる傾向がある。あと、日本人が韓国で刺身を食べると、硬く感じることがある。これは、日本では刺身はある程度熟成させるのが普通だが、韓国ではとにかく新鮮であることが好まれるのが原因だ。好みによるものではあるが、お店の水槽で泳いでいる魚をその場でさばいて食すのが最上とされている。知っておいて損はないだろう。では諸君、また会おう。
うるさいわねー。この門を見ると、最盛期は通な食堂たちが並んでたイメージね。そして門をくぐったらセカンドストリートの交番横に出た。これなら夜も安心。え？そしてまた裏道を見つけたので入っていくよ。おっといきなりお約束の喫煙者の群れね。大学生ぐらいかしら。そんな感じだな。ここの裏道にあるのは食堂ばかりで、半分ぐらいは夜に営業してそうな感じだった。他の裏道のように廃墟ばかりじゃないのね。廃墟言うな、空室だ。ここで、いろいろ歩いていく中で面白い看板をいくつか見つけたので紹介していくよ。ほい、来た。まずはここ、何でも OK カバン。当然日本人向けなんだろうが、せっかくなので中も見に行くよ。地下にあるのね。うん、韓国の典型的な古いテナントビルの地下にある。ちょっと外目的には判断がつきづらかったが、空気的にはすでに営業はやめているように思えた。床に郵便物が放置されていないから営業をしているかもだけど、日曜日のこの時間で閉まっている時点でお察しかも。ここにトイレの場所を示す張り紙や落書きがあるが、韓国の古いビルあるあるでトイレは共同でしかも男女共有。女性は気をつけないといけない。ほへい。さてお次はヤサ男カバン。なんのこっちゃ。飾ってあるカバンが女性向けっぽいのは置いておいて、入り口がこのざまだと営業はしていない可能性が高いな。おーおー、土産ランドとな。うむ、なかなかのセンスだ。ここは割と最近だろうけど、店は閉めたっぽいな。箱の郵便物も放置ね。というか受け取ったのに開けもせず放置してるのかな。かもな。注目、あなたは今韓国で一番安いお店を中です。今は閉店時間です。この文章を写真撮って明日お店に訪問したら素敵なプレゼントするかもよ。この内容でドアにプリントってのがまたシュールね。ということでお送りしてきた空室率 50% 超え今のミョンドンの後編はどうだったかな。そうね。てかこれも面白看板なんじゃ。というか、なんちゃらアイスクリームのパクリというか。ここは巨大ソフトクリームで有名だった32カフェというお店だ。パクリかどうかは知らん。ほへい。まあでも面白かったわ。急遽作成が決定した夜バージョンも楽しみよね。これはぜひチャンネル登録しておかねば、ちら。ということで皆さん、最後までご覧いただきありがとうございました。次回の夜編はライブ放送も考えているので楽しみにしてくれ。もちろん編集バージョンもアップするよ。それでは皆さん、またお会いいたしましょう。See you. See you.